プロスパージャパンです。今日はですね、ソニーの 8mm と VHS が付いたダブルデッキの紹介です。こちら出荷前の作動確認です。型番が WV-H5 ですね。分解してセーブしたものですけど、今ですね、カセットテープが入ってます。8mm の方ですね。いつものテスト用のテープなんですけど、上にも書いてあるんですけど、必ず真ん中をテープを押してください。この横を押すとずれるので、壊れる元になりますね。必ず真ん中を押して軽く押し込むと吸い込みます。で、これで音が止まったら再生ですね。 8mm に変わりました。で、今映像映ってますね。非常に綺麗。ちょっと光の加減で見にくいですけど、今ムラになるのはどうですね、どうしてもそのスマホで撮ってるんで画像がムラになってますけど問題ありません。で、これで意思停止もできます。で、本体で今巻き戻しをしてますね。で、再生をして鮮明に映ってますね。で、これで止めて取り出しをしてですね、で、今度は VHS です。で、VHS の際は切り替えます。ボタンをですね。で、VHS になったらこれも同じように真ん中を押し込んで、再生ですね。こちらも再生してます。こちらも綺麗に画像も映ってますし、乱れもありません。こういってですね、確実にそのテープを使ってテストはするので、点検、ノークリーニングとかしていないような感じで出荷することは絶対ないです。必ず点検して、商品の状態を確認してます。で、あとですね、テープのお持ちの重い方、多い方は、必ず定期的に 8mm であれば、8mm をヘッドクリーナーを使って、VHS 側はビデオヘッドクリーナーを使って、使って作業してください。データ保存するために皆さん今もこういう形を使うんですけど、ですね、そのまま使うと、昔のテープの汚れが付着してですね、必ずヘッドを傷めて壊れてしまいますので、ある程度使ったら定期的に必ずクリーニングテープを使ってください。そうしていただければ、長く使っていただけると思いますし、ダビング目的でご使用されるのであれば、間違いなく、きちっとダビングができるように、使うことができます。今日もですね、お問い合わせあって、1週間前のテストなんですけど、なかなかそういった転売屋の方が見えるので、届いたら電源入れないとか、作動しないというのは普通にあるので、こういったものはですね、確実にちゃんとしたところから購入してください。もう今8割は転売屋だと思ってもらっていいです。ヤフーショッピングもそうですし、楽天もそうです。同じ画像ばっかり使ってですね、価格が異常に高いのは全て転売屋です。モラルがないので、保証もしませんし、物を右から左で送って何もしないというのが転売のやり方です。あくまでもお客さんから商品を購入してもらって、安いものではないです。必ず点検してですね、責任持って販売しないとダメです。修理が必要であれば修理の対応とか、メンテナンスとか、いろんな対応ができるとこまでして、初めて商品を販売しなくちゃいけないことになるので、それができないのであれば、こういったものを販売、転売とかしてはダメです。無責任ですから、そういうことはやめてください。何回もこうやってビデオで案内もしてますけど、減ることはないです、転売屋さんは。なので、買う側が必ず、画像がみんな一緒なの。商品と、商品ページもほとんど一緒の内容は絶対手を出しちゃダメです。みんな転売です。売ればいいだけなので、
責任はないので、気をつけてください。うちだと商品画像を変えたり、動画上げたりしてますので、問い合わせあればきちっと答えます。うちで買っていただかなくても、トラブルがあれば答えしますので、よろしくお願いいたします。以上です。